広島校の岡です。私の講義はできるだけ法律問題を皆さんの身近な問題に捉えてもらうように工夫しています。例えば抵当権という権利、これ苦手な人多いんですけど、皆さん方がですね、抵当権者と言われるのはほぼ 100% 実は銀行なんですね。で、皆さん方が、住宅をですねローンを組んで、取得される、またされている人、これは必ず抵当権という権利が実は皆さん方の不動産、買われた不動産についております。本当に身近な権利なんですね。で、これは皆さん方が、宅建業を、ね、実務でされる時もですね、非常にね避けては通れない話ということになります。私は普段司法書士として不動産の業務に日々携わっています。その中で得られたものをですね、この私の講義の中で、還元していますから、ぜひですね、興味持たれた方は一緒に宅建士本気で合格を目指していきましょう。頑張っていきましょう。